エティエンヌ2世アンリは、ブロワ博、シャトーダン博、シャルトル博、モークであった人物。サンセール、サンフロランタン、プロバン、モントロー、ベルトゥ、ウルイコールルイコールシャトー、シャトーイコールティエリ、シャティオンシュルマルヌ、モンフェリクスの領主でもあった。ブロワ博ティボー3世とガルザンドドメーヌの子。1七十四年より、ティボー三世はエティエンヌに、実質的に統治を任していたが、 1089年の父の死によってブロア博となった。エティエンヌ2世は第一回十字軍を率いた首領の一人であり、火のアデル二十字軍の進捗状況についてしばしば熱心に手紙を書いていた。エティエンヌ2世は1097年の2回や後為戦における軍評議会の長であった。アンティオキアの長い包囲のさなかの1098年、聖地。 エルサレムまでの道を築くという十字軍の誓いを果たすことなく彼は帰国した。彼はアデルの圧力を受けて二度目の巡礼を行い、一部の老党は途中で帰国してしまった小規模の1101年の十字軍に参加した。1102年、エルサレム王国に滞在していたエティエンヌはファーティマ朝とのラムラの戦いに参加して戦死した。57歳であった。 1080年、シャルトルで、ウィリアム征服王の娘アデルド・ノルマンディーと結婚し、八種を設けた。アデルの子であることが証明されていない子女は、以下の通りである。14世紀後半の情報により、エティエンヌには、エマという諸子がいたことが判明した。エマは、アングロ・ノルマン貴族、ハーバート・オブ・ウィンチェスターの妻で、ヨーク大司教、ウィリアムの母であった。 しかし近年の研究では、彼女の異なる親子関係を示唆している。ありがとうございます。